ちは、池田しおりです。美咲です。いつも美容師とメイクをさせていただいております。本日はこちらのルナソルのモデリングアイズ1番とドーリーウィングのクリームアイシャドウを使ってブラウンメイクがうまくいかない方とか苦手な方に向けて簡単で好印象に見えるメイクをさせていただきます。よかったら見てください。動画スタート。まずはじめにクリームアイシャドウを使ってまぶた全体にベースを塗っていきます。発色がとてもいいのであまりつけすぎないように薄く全体に伸ばしていきます。これが塗り終わった状態です。次にクリームアイシャドウの上からだとブラウンの発色が少し悪いのでこのパレットの右上の明るいブラウンをまたベースの上から重ねていきます。塗る場所は二重幅の少し上にはみ出すぐらいまで塗ります。こちらもあまり濃く塗りすぎると派手になりすぎるので本当に少しずつ取って手でなじませて塗るような感じでやっていくといいかなと思います。こちらが塗り終わった状態です。ここにブラウンのアイシャドウをのせていきます。こちらもあまり取りすぎると濃すぎるのでほんと少しだけのせて手になじませて二重幅より下にスッとラインを引くような形で塗っていきます。こちらも塗り終わった状態です。次に下まぶたにブラウンをのせていきます。目尻から黒目の間まで目の際にのせていきます。こちらもあまり下までのせすぎると目が腫れぼったく見えるので本当にまつげの際のところだけ埋める感じで塗っていきます。こちらが下まぶたにブラウンのせた状態です。最後に目頭に右上の明るいブラウンをのせていきます。残ってる部分すべてにのせていきます。こちらもあまり下まで塗りすぎるのではなくこの涙袋の範囲でのせていきます。まずクリームアイシャドウを全体に塗ってその次にこちらの薄いブラウンをまぶた全体にのせてで二重幅より下にこのブラウンのアイシャドウをのせます。黒目の下少し外側にまたブラウンをのせて最後のせてない部分にこの明るいブラウンのアイシャドウをのせていきます。